リーでもこれあれですよ、この4話さ、はい、もう伝説の電子音ですよ。あそうだ、そうだ、ここですよ、あれだ、すごい本当に下北沢の土の子だ、アフレコ現場がざわついた、ざわついてたね、伝説の電子音、あれはもう怖かった、あれは結構シビアだったよね、うん、なんかもうちょっとこう、もうちょっとこう、もうちょっとこう、うん、はい、オッケーみたいな、いやでも本当でもざわついてた、ざわついてた、いいざわつきの、うん、オッケーだったと思う。うちらもだって今の何なんか中に電子機器でも入れてる、そう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 、なんかスピーカー同士がなんか干渉した音みたいな、そうそうそう、え、できるかな、え、あ、でもラジオでもやったもんね。あ、できない、待って、来てる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 よ、結構これだ、それだわ、すごい、すごい、あの電子機器の役、はい、すごい、電子機器が壊れる時の役、お待ちしてます皆様、 SE いらず、そこから今見てた人びっくりしてる、びっくりしてる、あ、なんかライブやってる見んよ、壊れたって思ったりする、壊れたね、なんかもっと前振りしておくべきでした、大丈夫だって、怖いし、まあ、そんな確かに伝説を